どうも、かばしんです。テレビドラマ考察振り返り感想へようこそ。概要欄にタイムスタンプがあるので、見たいとこからどうぞ。護道家に何かしらの疑惑かと思っていたら、今のところいい人たちだ。一つずつの絡まった糸をほぐすかのように、ぎっしり詰まったエピソード2、巧妙なトラップと盗聴にまつわることにも、言及する。慎太郎が常に夢の中でも勘違いするかのようにトラウマになるのが事件の鍵。誤認逮捕なのか、それとも自分の過去がそうさせているのか。強引な捜査をすることで現場主義を貫き通す慎太郎が護道家の養子であることや、生い立ちが YouTube 的なライブ配信動画もやってるチャンネルで暴露されるというなかなかシュールな展開があったけど、もちろんその強引さはお互い様。南博美が FBI なら自分は日本国の荒くれ刑事だと言わんばかりのバディは、いわばお似合いでもあり、どこか惹かれ合うものがあるのかも。そして今回出てきている中に本当は全てを知っていた人、知らなかった人、そこへたどり着くまでの時間には、またまた事件があったエピソード2だった。第2の事件とローズの手口、12年前のトラウマ事件は慎太郎が挙げた山。そして青柳の冤罪疑惑、手口が似ているという記憶がよみがえるほど事件現場は盛り上がるとでも言うべく話が早い。そしてまた日本では考えられないあの南博美の素早い検視の見立て、ドラマ臨場科捜研の女もびっくりするほど正確に死亡推定時刻を当てていく中で、次第に認め合っていく警察仲間とでも言うところだとするならば、そんなところにもこのドラマのメインストリートである人たらしが散りばめられているようにも思った。しかしジャーナリストとあれだけ組んでるのも違和感があったものの、そもそも家を訪ねた時に最終的に盗聴器やら匂いで確信していたこと、そして触覚聴覚でそこまで瞬時に行動を観察できていたのが南博美であり、しかも見ていて後の種明かしにも違和感がない。これすごいね。またあのライブ配信的な暴露番組でアリバイ工作をした時、動画の編集や違和感を警察が見破れなかったのはあくまでも映像の切れ目や音声の切れ目や加工部分。しかしそこで何かに気がついたというオチに持っていく時の福山雅治さんの感じ、よかったな。そしてまたこの種明かしまで泳がせていくというのはなんとなく感じるものはあった。だがその泳がせて尻尾をつかむのに警察内通者疑惑まで考えていたからこその強引なやり口。これは秘密裏にバディがやりのけたというのを、要になるところだけドラマがカットされるがごとく飛ぶんだけど、さっきも言ったように後の種明かしに違和感がない。慎太郎を悪者にするように視線を集中させるトラップは、むしろそこに気がつきましたかと見る方に挑戦状を投げつけていたと言ってもいいかもしれない。慎太郎が全てを巧みにつなぎ合わせて事件にしてしまっただけだとするならば、もちろん問題行動でもあるんだけど、護道家のメンツにも関わる。警察内部からの目も厺しくなるだけだろう。敵を欺くならまず味方から、などと古い言葉を出すつもりはないけど、まだまだ闇がありそうな気がする。そしてまた、このバディしか知らない秘密裏の謎解き手法が今後も続くのか。もし続くとした時に、若き正義感の泉がどちらにつくのか。お見事。実に面白い。慎太郎の生い立ちがネットで世間に公表され、実の父親が殺人犯、さらにラストではこの実の父親が無期懲役で現在千葉刑務所に服役していることまで南博美は知っていた。この辺りの見どころは今回のラストにあるんだけど、それは後ほど。そこまで知っていた南博美がなぜ慎太郎を指名して日本にやってきたのか。そしてまた護道家にとっても養子として迎え入れた理由はまだ明かされていない。特に護道家はもう少し闇がありそうな気がしてならないんだけど、もしかすると釣りしてたおじいちゃんと泉のお父さんの京吾は慎太郎と南博美のことをもう少し詳しくよく知っているとか。もしもまだ何かがあるとするならば、今のとこは釣った魚を慎太郎に持たせて二人でどうぞといういい人だけど、なかなか面白いルーツがありそう。慎太郎を養子にしたのは何たって元西部警察ですからね。護道家のメンツを守ってくれた南さんにお礼をしなきゃな。なかなか思わせだったよね。
どう考えてもこっちのこの人らの方にこそ怪しい隠し事があるような気がする。そんな演出、警察内部の闇を暴いていくような展開はありがちで、全体を通してそこに言及するドラマかと思ったほど。それにしても桜まどかと慎太郎が付き合ってたっていう触れてはならない過去が居酒屋で話になったのは、まあまあいろんなことを散りばめていくっていう感じの、それ時間が経って笑い合えることネタになりそうだけど口にしないそれっていうあるあるも出ていた。それにしても完熟フルーツってなかなかいいネーミングセンスで、南ひろみも日本文化に触れたことは間違いなさそう。常連だったことは表に出ないようにしますっていうあのあたり、最終的にバレバレなあたりに捜査だけではないオチを持ってきてるのが実にうまい。元警察官の知り合いに聞いたことあるんだけど、職務が終わった後なら警察官も当然のようにキャバクラでも何でも行くんだそうですが、今回あのキャバクラ完熟フルーツのキャストとして、もちろん殺害された被害者がいたわけだけど、野呂佳代さんが私は見た的な感じでちょこっとだけ出演。源氏名がピーチというね、桃ですよ桃。そしてあらゆる場面で一切笑わない大泉洋さんの今回がやはり未だに新鮮、実に面白い。ラストの乾杯、苦手な料理をしかも釣った魚で、ここで改めてバディとしてお互いを認め合うところまで、一気に実の父親のことまで話が進むんだけど、ここでは慎太郎のそれにクローズアップするだけで、実は南ひろみの視力を失った過去のことは明らかにされたわけではない。やはり大どんでん返しがどこかである。南ひろみと慎太郎の関係は何なのか、それを知ってか知らずかバディを組み、火事の一件、慎太郎の実の父親の一件、養子にした護道家の件、それにしても人たらしである南ひろみが慎太郎の実の父親と会わせようとしているのはなぜなのか、そこにこそ冤罪と護道家の秘密があるのではないかと思わせたのだけど、むしろここを小出しにして知っていく後に大どんねん返しという感じなのか。一部では早くも映画の話もあるそうだけど、私はシーズン2があっても不思議はないと思っている。吾妻とバトラーの難波にもあと少し何かありそう。日本の警察では NG とされているというセリフが山ほど出てくる盗聴、ここを強調してくるのがとても気になる。というのも張り込みの中で別のビルから出入りの現場を押さえるためにカメラを設置するなんていうことは山ほどあり、またこれはあくまでも都市伝説の域を出ないけど、盗聴盗撮は外国機関によって日本そのものを監視してるという話もある。もちろん例えばスマホ、パソコンも同様だけど、アプリやソフト、これらを入れていくことによって本体はただの箱でしかない現代。アプリに監視システムを組み込むことで VPN、バーチャルプライベートネットワークに強制的にアクセスさせることは簡単にできる話で、いわゆるサードパーティーから勝手に発信を可能にすることも周知の事実。以前にツイッターと連携することで某サイトなどに代表されるそれを使った時にアカウントを使って自由につぶやくことを可能とするなどの注意書き、いわゆる利用規約を読まなかった場合、自分が意図しない広告をツイートされてしまうなど話題になったことがあるが、あれも乗っ取りという名の監視であり、盗聴に類するのだと言っても過言ではない。このためツイッターがそのようなサードパーティーとの連携を切るというようなお知らせが先日あったけど、中には同時投稿をするための SNS との連携まで切られてしまい、利用者には不評という向きもある。イーロン・マスク氏がいち早く危険を察知してこのような策に踏み切ったのか、それともむしろ別の意図があるのか。さらに言うなら昨今話題のチャット GPT の利用、噂話のまとめのようにならないかということで、諸外国では利用開発に制限がかかっている中、日本では公共機関までもが試験的に導入している。盗聴の形はいわゆるマイクと発信機だけではない時代がすぐそこまで来ているかもしれないことは認識しておいた方がいいかもしれない。ラストマンとはちょっと関係ないですが、そんなことも思わせですね。テレビのことをネットで語るがラジオのように聞いてほしい、 Like a Radio。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしています。それではまた。お相手はカバシンでした。 3, 2, 1, See you. Adieu.